滋賀県の中学校でクラス分けがやり直しになり、授業の開始が遅れている問題です。新たなクラス分けの発表が昨日予定されていましたが、さらに延期されたことがわかりました。今日取材に応じた森山市の教育委員会。このようなことは二度とあってはならないことだと認識しておりますので、再発防止の方に努めてまいりたいと。 問題が起きた私立守山南中学校では今月5日3年生381人のクラス分けを発表しましたしかし同じ日に人間関係に問題がある生徒同士を同じクラスにしていたことが保護者の指摘で分かりクラス分けをやり直す事態に通常授業が始められない中学校は昨日新しいクラス分けを発表する予定でしたが再び延期が決まりました

明らかに人間関係が悪いとかっていう状況からスタートすると、やっぱりそれだけ。その子たちも、だ、あの、えっ、ー、と、苦労するし、周りの子たちもそれによって苦労するんで。起こり得るものだっていうふうにして、えっ、ー、と、学校さんはこれから、え、対応していく、対応を考えていくってことが必要になってくる、はい、学校は明日クラス分けを発表する予定ですが。通常授業の開始は、今も決まっていないということです。 今回の異例の事態について時系列で見ていきたいと思いますはいこちらです今月5日ですから先週の金曜日のことですよね中学3年生381人このクラス分けが発 発表されたんです。で、この発表を受けて、保護者が人間関係に問題があるという指摘をしたとで、そのことによってクラス分け、これやり直しが行われたということなんです。で、学校サイドは修正する中で、最終的に大事な部分が抜けてしまったと説明しています。これが先週の金曜日の話です。そして、8日、今週の月曜日に始業式が。 で、火水、木、木曜日、今日ですよね。ここまで授業ができていないという状況です。で、明日にもクラス分けが発表されるかということなんですね。で、学校のクラス分けをめぐって起きた。今回の異例の事態なんですけれども、専門家にもお話を伺いました。こちらです。はい、上越教育大学の赤坂教授にお聞きしました。 クラス分けは学力性別、人間関係、運動能力、居住地など。さまざまな要素を考慮して行われるということなんです。なお赤坂教授は今回人間関係を考慮して。ちょっと待ったと。クラス分けをやり直すとした学校側の対応については。 強化をされています、うん。学校側の対応ですね。えー、まあ、保護者の指摘を受けて踏みとどまった生徒に寄り添うものだというふうに見えますけれども、一方で、えー、授業がまできていないという状況でもあるんですが、菊池先生どうご覧になりますか。そうですね。あの授業は支障が出てるっていうのはそこは残念なあのところだと思います。はい、あの私も相談を受けてる中でその人間関係っていうような問題でですね、時々あのまあ、表面化するんですけど、例えばこれは一般論ですけどね。はい、例えばいじめ いじめがあっていじめてる側といじめられてる側これクラス分けるとかですねあるいはもっとあのこの中学校は結構クラス多いですけどね、はい、クラスが少ないと、ね、例えば双子でいじめを受,受けてるけれども、うん、いじめられた方とどっちかが一緒にならなければいけないとかですねある,あるいは人間関係が 担任の先生と生徒の間でそのうまくいかない問題があるとか多面的なあの、まあ、一般論として言えば多面的ないろんなその要素が出てくると,うでそ,ことそういうことでその保護者側と学校側とで意見がまだ 完全に調整ができていない、なんていう状況なのかなと思いますね。うん、で、こうやってその授業が遅れてしまってるっていうことが、この人間関係っていう問題に。さらに悪化させるような要因にならなければいいなと思いますね。うん、クラス分けすると、だ、ですから、一年間はそのクラスでっていうことにもなります。長い目で見てということもあると思いますが。神崎さんはどう見ますか?。そうですね。やはり、まあ、この時点で一度立ち止まってですね。うんはい、あの、やり直したのは一つ、本当に汗疹が言うと、いいことだと思うんですね。これを見過ごしてしまうと、まあ、後々にもっと。 大きなな問題になるっていうことはあると思うはあ思んですねただ一方で今学校の先生ってただでさえいろんな負担があって例えば中学校の先生ですとまあクラブ活動もあったりするのにさらにですねまあクラス分けにですねこれ本当にいろんな要素を加味して本当に複雑なパズルのような組み合わせになると思うんですけども<ー>まここまで,ですね先生の負担が増えるというのはこれはこれでまあ結構先生の負担が多いという中でさらにまあ負担を増やすことになるんちゃうかなというふうに思ってこれが他のの学校地域の他の学校とか全国の学校にこういうことが しますね、やっぱりこう生徒ファーストでこれ以上影響が出ないようになればというふうに思います。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。